この時間はボートレース大村の展望番組をお届けしてまいります。本日もお相手いただきますのはスポーツ報知の長谷明憲記者です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、6日間開催で行われております SG 第67回ボートレースダービー、本日シリーズ2日目を迎えました。さあ、長谷さん、はい、昨日はもちろん初日だったわけではございますけれども、うん、まあ、逃げ決着は8本ということでございました。まあ、半分以上ですからね、まあ、そんなものかな、うん、別に初日からも12本も決まりませんからね、はい、ではまあ、うん、SG だからやっぱもちろんインがね、はい、中心のレースは続くとは思いますけどね、うん、はい、まあ、そしてね、もちろんメインのドリーム戦も峰選手がしっかり押し切りました。前本選手がね、うん、角から伸びてきて襲ってきたけど、はい、受け止めてね、うん、あとは回ってしまえばギューンともう一人旅でしたねもう、はい、あのこの今のモーターになってね、はい、ダービーの前まではね47秒8っていうのは最後タイムだったんですよ、はい、峰選手46秒6ですから ねやっぱりでも SG みんな上がりでも早いっすよね、うん、やっぱりそうですね、まあ、違うねと思いますね、やはりそれだけねハイレベルな戦いでも峰選手やっぱ強いね、ああ本当夢の9点台という狙ってね、はい、今日以降も頑張ってほしいんですけどね。ドリーム戦で言えば前本選手のね気配もかなりね、やっぱりあれあのコース蒸気ですよ、うん、あのモーターはいい、やっぱり出てますよねはい、まあ、今日もね注目したいところでございます、はい、そして初日なんかはねこう進入なんかも面白かったですね。今節はね、うん、毎月動く選手が皆さん知ってますよね、あの3人いますからね、はい、3人以外にもちょこちょこ動く人がいますからね、はい、進入にも注目したいですよね。さあ、そして初日通してみて、うん、気力差なんか長谷さんどうご覧になってました？あるんですけど、うん、まだこれから僕は気力差は大きくなってくると思います。あ、まあ、調整がどんどん進んでいけばね、うん、いいエンジンと悪いエンジンの差がねどん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 出てくると思います。だから昨日良かった選手はそのまま突っ走りの、うん、はい、差を縮めないようにね、はいはい、だから本当ね今から本当プラプラ調整進んでくるとね、どんどん変わってくると思いますよ、うん、もっともっと出てくると思います、記録差は。なるほど、そしたらね、本当直前の気配なんかも一層大事になってきそうです、ね、だから大村でやっぱ展示タイムとかね、はい、まあ、一周タイムとかあるじゃないですか、うん、ああいうデータもね、ちょっとね、はい、参考にしてほしいですね。ですね、ぜひ皆様もご参考にしていただければと思います。さあ、2日目の展望番組、長谷さんにはですね、2レースピックアップしていただきましたので、まずはこちらのフリップをご覧いただきましょう。さあ、まずは今日の注目レーサーのコーナーです。白井英二選手、注目ポイントお願いいたします。大村のホワイトは18連勝中。ホワイトということは白いカポックということで、そうですよね、はい、いや陰線の強い選手ではありますけど、はい、大村ではインコー1コースは18連勝、うん、はい、前見日もねドリームインでも聞いたんですけど、うん、はい、彼ね大村相性がいい、うん、どこかなと思ったらねスタートのしやすさなんです。スタートが決めやすいというかね、白井選手は大村でもスタートバシバシ行くんですよね、うん、優勝戦でも 0-1 で残ったりレースが何回もあったりして、ね、はい、それをスタートをしっかり蹴る、うん、まあ、フライング持ちではありますけど、はい、彼にとってはグランプリのベスト6までに入りたいというコムセンの目標があるんですよ、うん、はい、うん、だからもう1号艇というのはもう絶対に落とせないですよね。なるほど、気力自体は初日どうでした？普通でしょう。前見日は行き足から伸びがね、うん、いまいちというコメントでしたけど、はい、昨日はねスタート前に見るとその辺の行き足関係は良くなった感じがします、うん、でもそこが良くなった分ターン周りがね、うん、はい、あんまりピリッとしないなというのは道中の動き見たら思いましたね。ですんでまあ普通クラスのモーターなんで、はい、上と比べると差があるんですけど、だから一番いいとこを探さないとね、はい、いけないんじゃないのかなと思いますね、はい、なるほど。さあ、G 争いです、3、4、5と印を。本当は上野選手なんてね、もう近況絶好調でね、うん、はい、この30号機もいいモーターのはずなんですけど、はい、ちょっと前節から動きが悪くて、はい、上野選手を見てるとスタートするなんか足とか、なんかちょっと出足関係っていうんですか、最初の手前の足がどうなのかなというふうに昨日は見えましたね。だからそうなるとやっぱり昨日も言ったように、まあ、2コースっていうのはね一番いい位置かもしれないけど、はい、エンジンが良くない2コースっていうのは逆に厳しいんですよね。むしろブス島選手昨日ドリーム4等でしたけど、はい、桐生選手とかもね前にちょっと追いかける感じもあってね、やっぱりこれコース上記の片鱗っていうのはちょっとねやっぱりね、はい、見えましたね、はい。森田選手は昨日3着3着出足関係はいいと思ういいように見えました、はい、やっぱりこれもいいモーターし、彼はスタートがとにかく速い、うん、はい、ここはねフライング持ちがね1、3、5っているんでね、はい、森田選手スタートで主導権握れる可能性もありますよね、うん、はい、
佐藤選手昨日お見事でした。4カドまくり伸びてましたね、はい、スタート展示から伸びてたんですよ、はいはい、それも本番でも発揮しました、うん、大村の SG でですよ、はい、4コースからまくって帰ってもね、あのレースも3000台しかつかなかった、やっぱりファンの皆さんご存知ですよね。あ、本当にね、しっかり狙ってらっしゃるんですよ。ここは伸びがいいし、漏れた選手とか攻めていってくれた展開がありそうなんでね、はい、モーター重視で2番じゃなくて5番の方に印を回したんですよ。なるほど。吉川選手もね、はい、シンプルは変わってますけどね、はい、動き悪くないんですよ、うん、だからもう印を6番まで入れたいんですけどやっぱりここはね、1号艇から買うということはやっぱり点数をある程度絞らなきゃいけないんでね、はい、じゃちょっと2を蹴っての3、4、5、とにかく5を買いたくてこういう方向を出しました、うん、でもこう長谷さんの話を聞いていくと、いいモーターも結構多そうですので、白井選手もうかうかできないです、ね、いやですよ、なおかつフライング持ちでしょ、はい、で4コースに森田選手も角にすればスタート早いんでね、嫌な選手がいるので、はい、嫌かなというのでちょっと抑えでね、仏島選手やっぱり上野選手がピリッとしない状況で考えると、うん、やっぱりちょっと2コースへこんだりとかするとね、はい、ブス島選手はね、試運転昨日良かったんですよ、見てると、うん、やっぱりうまいな、でもちょっとレースではね、ペラがね、あんま合ってなかったようですけど、はい、合えばもうズコーンでいいか、やっぱり、うん、ブス島選手のハンドルってすごいですから、はい、ターンはね、だから彼にとっても今節はグランプリ連覇というよりも、はい、ダービー連覇というよりもグランプリに行くためのレースでもありますから、うん、だからここは、ねはい、いい感じでね、3コースまくるだしというのを入れての3-1逆転で、3-1-4、3-1-5っていうのを抑えましょうというフォーカスですね。わかりました。さあということで、今日の注目レーサーは白井英二選手第12レース、本戦は1番の白井選手からなんですが、抑えでブス島選手の頭もということでございます、はい、ぜひ皆様もご参考にしてください。さあそれでは長谷さん、ダービー初のあれいきますか、はい、ちょっと恥ずかしいですけど困った時の長谷田の実さあね、長谷さんにはね、各シリーズ穴の匂いを嗅ぎ分けて、そう、穴の匂いを嗅ぎ分けてっていうこうね、あるんですけどね、はい、なかなかね、うん、もうね昨日に関しては3連単満州1本、はい、そしてね、チーム穴もちらほら出ていたんですが、3桁配当なかったんです。そうですね、やっぱりガチガチと1号艇で強くて相手を絞れるレースが昨日はなかったですね、うんはい、やはり穴を狙うっていうのは、うん、インを任す選手なんですよね、うん、基本的にはね、はい、インが勝って後輩とっていうのは本当外枠が狙わないいれば、穴を狙うのはちょっと外の選手でちょっと気になる選手をね、うんはい、探さないといけないでしょうね。なるほど。さあどのレースをピックアップしていただいたんでしょうか。続いてのフリップをご覧ください。さあ第10レース、ここなんてね、はい、ちょっと考えたら、え、このレースですかって言われるぐらいというのが、まあはい、まあ、ここはまあ注目っていうのはおかしいんですけど、うん、まあ、2号艇とちょっと峰選手ですよね、はい、もう昨日やっぱり、昨日はというか、今年通してもすごいもう乗れてますよね、資格ないですよね、はい、昨日はね、まあ、出ていくような雰囲気じゃないけど、特別言ってるわけじゃないけどっていうのは、やっぱり、上がいる。やっぱ昨日はやっぱ前本さんが出てたんでね、はい、それ見てるとやっぱり自分が一番いいとは言えない。なでももちろん悪くないレベルの足ですよね、はい、うん、で金子選手は陰線ですけど、まあ、なぜフライング持ちです ね、ここはフライング持ちが1番3番6番がフライング、はい、峰選手も2コースはいい位置ですよね、うん、はい、なおかつね、峰選手のこの2コースってやっぱうまいんですよね、はいはいはい、今年のね、2コースの一着率51.2% って、え、5割超えるんですよ。1着ですよね。1着です。おすごい。で、2連対率って、82.9% って、すごいすごい。おいおいおい。なんじゃそれ。で、峰選手の2コースの勝ちパターンは、ほとんど差しです、はい。なるほど。今年はまくり勝ちはありません。まあ、道中逆転っていうのはあるんですけどね。はい、ということを考えれば、金子選手を先に回しての差し狙いでしょうね、うん、刺すってことを考えれば1が残すでしょう、はい、金子選手もこれ23号機コース上機です、はいはい、ちょっと昨日は伸び寄りでしたね、うん、だから伸び寄りなので刺されやすいっていうことを考えられますよね、うんはい、ただ峰選手が2コースから2着のパターンというのはインが逃げての2コース、はい、2コース2着多いんですよ、はい、だからここはちょっと2、1、1、2と折り返しましょう、はい、で
池田選手は昨日2着2本にはまとめてますが、うん、コメントは良くない、はい、確かに前節優勝戦乗ってるモーターですけど、うん、伸びが弱かったんですよね。で徳松選手もちょっとピリッとは、はい、いいとは言えないですね。ピリッとしない。長井選手はちょっと気配悪いですね、はい、今勝選手これ75号機いいモーター、昨日はインから02スタート決めて逃げました、はい、まだ昨日はペラが合ってないと、うん、ということは良くなる可能性の方が多いと思います。モーターでは5番怖いですね、はい、なるほど。だから211に折り返してちょっと6番もコースも遠くてエンジンも良くないということでちょっと切ってね、はい、こういうフォーカスをまず本戦の回目出しました。6点でございます。さあそしてね、外にねちょっと面白い選手がというお話もございましたが、伸びる可能性を秘める75号機の今垣狙うなら今でしょう。これは今でしょと今垣選手の今をかけたということで、もうあんまり恥ずかしいのそうね、やめてからいいですか、まあ、というのがね、はい、今垣選手昨日は陰線を勝ちました、はい、ですね、はい、今日前半4レースは2号艇です、はい、いい枠はもう早く消化しちゃうんですよ、うん、でこの5号艇前半レースいい結果残せばね、この5号艇っていうのはね、はい、今節のね、うん、もう同行にいる上では大事なレースになるんですね、はい、なんかその75号機本当ね伸びが来るし、ちょっとね、うん、乗り心地が悪いんですけど、これ伸びが期待するモーターなんですよ、はいはい、で今垣選手の5コースっていうのは、はい、勝ちパターンはまっくりが多いんですよね。おだから池田選手がフライング持ちで、はい、徳間選手はさっと行くんですけど、よくない、うん、でも外からね、峰選手が内にいるんでね、気が的にスタートビャシーンって行ったらね、はい、面白いのかなと思ったんでね、はい、だからまあ5の頭からまあ峰選手うまいんで残すかな。本当はね2号も行くけど、あでも5の頭だね、5と思って5から峰選手に残しての3着を流すと、はい、5がまくっていきゃ6が2、3着をちょこっとちょろちょろと、うん、ひょろひょろっといないかなと思ってるので5、6の2、3着でね、はい、長井選手はモーター出てなくてもついていけば、ひょうひょうとついてくればもう本当長井ひょうやが来たぞっていうことで、はい、なかなか5、6、前度、5、前、6、2、3着をちょっとここはね抑えておきたいなと思ったんでね、うん、はい、今垣選手お願いします、攻めてくださいというところですね。いや軽快な喋りにねちょっと突っ込むタイミングを失ってましたんですけども、もう全然突っ込ませませんよ僕はもう。ただこのまあ、気配はね今一つということなんですが、連動した長井選手が船券に絡むとかなりこれっていうか、あの高橋さん、はい、SG で556っていうフォーカスってなかなかないんですよね、はい、でも5が行く選手って分かってれば、はい、6もちょっと2、3着変えるのかなと思って、ね、もう欲張りですからね私基本的にも、いやこんなの来てね明日の展望番組笑顔で振り返りたいですね。もうなんか今言い方だけどもこんな来ないって感じですよね。そういうわけじゃないんですよ。でも思いとしては、ね、5が行けば、うん、ってとこですよ ね、 ね、だから峰選手と遠く離れてる5コースからっていうのはね、はい、不意打ちでちょっとね、うん、来ることがあるんかなと思ってるんですけどね、もう本当に今垣選手自身もこのね5枠をどうね攻略するかと、ね、本当に1、2枠をもう消化してのあと外枠しか残ってないんだから、うん、ここの5っていうのは大事だと思いますよこれ。わかりました。さあということで今日の困った時の長谷田の第10レース本戦は2番1番に注目、ただ狙い目ではね5号艇の今垣選手の一撃もということでお話をお伺いしました。ぜひ皆様ご参考にお楽しみください。さあということで SG ポートレースダービー本日2日目でございます。ぜひ皆様には最終第12レースまでお楽しみいただければと思います。ということで2日目の展望番組もお付き合いいただきましたのはスポーツ王子の長谷昭則記者でした。どうもありがとうございました。